レバースで自由を手に入れる。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ソクル、テスラ 1.5 倍ブル、ラブ、分配金が出たら今後保有していく銘柄に変化が。この中からリバランスで外れていく商品は何なんだ。そして入ってくる銘柄とは。ということでね、分配金という観点からあまりね考えてなかったんですけれど、キャピタルとインカムをね狙っていきながら、まあ、短期から中期にかけて投資をねしていくのに、まあ、銘柄選びというのは非常に重要になってくると考えておりますので、今回ねその考えに少し変化が出てきたということがありますので、皆さんとそのあたりをね情報共有していきたいと思います。それではスタートです。まずね、こちらの方を見ていただきたいのが、今回ね、私が保有している商品たちの分配金ということになってますんで、株の数量が違いますんでね、まあ、単価の方を見ていただかないと判断しづらいというところがあるんですけれども、まずね、ここで一番ね、目を引くのがやはり TMF と、TMF は分配金がたくさん出るから保有しているということがねあるんですけれど、今回出てきた分配金は 0.05015 というね、ことになっておりまして、これ実はねテスラ 1.5 倍ブルのね2倍以下ということになってくるんですよね。だったらテスラ 1.5 倍ブル購入しておけばいいんじゃないかという話になるんですけれど、テスラ 1.5 倍ブルがだいたい今14ドル台ですよね。そして TMF が5ドル切っているということになりますので、まあ約ね3倍前後のね開きがあると。ということはテスラを1株買うんだったら TMF3 株買えるというね約の話ですよ、ということになってくるんで、じゃあテスラと TMF をしっかりとね、比べていくためにはこの TMF っていうのは、テスラ 1.5 倍ブルより3倍買えるわけですから、これを3かけないといけないですよね。そうなってくると 0.150 に上がってきますので、ああやっぱり TMF っていうのも、なかなかね侮りがたいポテンシャルを秘めてるんだなと。ただ同じ一株持っているということで考えていけば、テスラ 1.5 倍ブルの方に、軍配が上がってきますのでね。だからまあ1000ドルをぶっ込んだ時にどうなるんだということをね、まあ、考えていくと同じぐらいになっていくのかなというふうにね思ってくるんですけれど、まあ、このあたりのね判断の仕方っていうのがね少ないんですけれど、まあ、一株あたりの、単価っていうのはね私が持っている商品の中ではテスラ 1.5 倍ブルが頭ね一つ抜けていると。そしてこれねソクルと比べてもどうなんだということで見ますとね、ソクルの分配金は 0.0327 しかないんですよね。ですからテスラ 1.5 倍ブルが219株持ってまして、配当金が出たのが24ドル65セント。SOXL ですね。ソクルの方は216株ありますから3株しか変わらないんですけれど、7.06 ドルしか出なかったと。ここはもう3倍以上の開きがあるわけですよね。ということは分配金だけで狙っていくんだったら、ソクルよりもテスラ 1.5 倍ブルを保有している方がいいというねことになってくるわけですね。いろんな考え方があるとは思うんですけれども、一応ね分配金の観点から見るとそのような結果になってきたと。で、私はね株式っていうのは基本的にはキャピタルをしっかりと狙っていきながらインカムが取れるんだったらいいなというふうに思ってます。このキャピタルとインカム、こちらの方のね言葉がわからない方には簡単に説明しますと、キャピタルっていうのは持っているものを売った時にね利益が出るということになってきます。キャピタルゲインというねことになってきますので、ソクルを売った時に何ドル儲かる、もしくは何ドル損するというのがキャピタルですね。そしてインカムっていうのはソクルもしくはテスラ 1.5 倍ブルを保有していて、売らなくてもしっかりとお手当の方がいただけるものということで、キャピタルっていうのは売った時のみにプラスマイナスっていうのが出ると。そしてインカムっていうのは保有してるだけでね3ヶ月に1回お手当がいただけるということになってくるわけですね。これ両方あればいいですよね。ソクルとかテスラ 1.5 倍ブルが2倍になるまで、3倍になるまで、もしくはねソクルとかですと10倍になるまで保有しておこうと思われていたら、それがね売った時にしか利益がね出ないっていうのはちょっとね暇ですよね。ですけれどもインカムが高い商品ですと、その保有してる期間でもねソクルとかテスラ 1.5 倍ブルだったら今のところは3ヶ月に一度分配金が
出るということになってます。たまに出ない時もありますからね、絶対に出るわけではないですけれど、今のところは出ているということになると、売った時もしっかりと利益が出ますし、持ってるだけでもね、お手当がいただけるということになるのでね、このバランスを取っていくっていうのは非常に重要なのかなと思いますよね。そしてまあ爆発力っていうことだけで考えると、やはり TMF っていうのは落ちるんですよね。これは債券ということになりますので、どうしてもね、天井で上昇していってもどこまでも青天井で伸びていくのかっていうと伸びていけません。ゼロ金利政策が行われてしまえば、そこが TMF の頭打ちということになっていきますので、おのずとね、まあ2倍から3倍ぐらいしか狙えない商品なのかなということになってきます。ただテスラ 1.5 倍ブルとソクルはどうなんだことで考えていたときは青天井ですよね。どこまで伸びていくかは分かりません。その上昇率、爆発力は私はソクルが一番頭一つ抜けてると思うんですけれど、テスラ 1.5 倍ブルっていうものもね、そんなに言うほどね、遜色がないということを思っております。まあ、若干パフォーマンスは落ちるとは思いますけれど、個別というところがねありますのでね、ぐんと伸びた時の、パフォーマンス、一瞬のね上昇率っていうのは、まあ、ソクルにもね引けを取っていかないんじゃないのかなと思っておりますので、まあ、ここはね、ソクル、こちらの方をねキャピタルでしっかりと狙っていきながら、テスラ 1.5 倍ブルの保有率っていうのも高めていって、こちらはキャピタルとインカム同時にね狙っていけるというね、ことで、例えばですけど、今219株しかないですけれど、これがね2000株あったとしたら、240ドル入ってくるというねことになってきますので、まあ、3ヶ月に一度240ドル入ってきたらでかいんじゃないのかなと。そしてテスラ 1.5 倍ブルが直近の高値300ドルとかね、最高値400ドルとかをガーンと超えていったら、さらにねキャピタルの方も狙っていけるということになりますので、まあ、かなりねいい商品じゃないかなと。そしてラブですね。LABU の方は今回ね、出るということだったんですけれど、分配金の方は私の方には回ってきませんでした。もっと株数ね、1万株とか2万株とか持ってなかったらね、ダメなんだろうなということになりますんで、まあ次回以降ですよね、今回仕込んでるラブがしっかりと売却できた暁には、ラブは外していこうと思います。キャピタルもそんなに言うほどね、テスラ 1.5 倍ブルとか、ソクルに比べて狙えるのかというと、そんなに言うほど狙えない。そしてインカムも狙えないんだったら、まあ、うまみがないですよね、商品の中に。ということで、まあ、こういうのもね、保有してみないとわからないところということになりますので、ラブはね、今回、全売却をかけた後はね、もう私は短期の取引、中期の取引、長期保有することはないということでね、結論がつけられたと。そして、他にね、狙っていける商品ということで見ていきますと、アップル 1.5 倍ブル、こちらの方は 0.146 ということでね、テスラ 1.5 倍ブルよりも多くのね、分配金が出ております。そしてこれにね、同じぐらい出てるのがトップ級ということになってまして、0.139 と。いうことに、ねなっておりますので、まあ、今後ね、私が狙っていくとするならば、まあソクルっていうのはね、本当キャピタル狙いだけでしか狙っていけない商品と、インカムとキャピタル両方狙うんだったらテスラ、アップル、トップ級ということになります。ただ株価を見てくださいということでね、一株あたりでいくらもらえるのかということで考えていったときがこの数値ですから、 0.139 とかね、0.11 いくらとかっていうね、部分ですから、これは、取得単価ね、一株あたりの取得単価が安ければ安いほど、まあ、このパフォーマンスが広がっていくということになりますよね。ということで考えますと、水曜日の終値ベースでソクルは 17.68、 テスラ 1.5 倍ブルは 14.57、 アップル 1.5 倍ブルは23ドル39セント、トップ級は34ドル70セントということになってますんで、まあ、一番こうやってね、キャピタルではなくてインカムね、分配金の方のパフォーマンスを比べますと、圧倒的にテスラ 1.5 倍ブルが今お買い得圏内ですよねということになってきますんで、まあ、この辺りはね、その株価がね上昇したり下落したりするということがありますんで、まあ、若干ねその時その時のお買い得商品っていうのは変わってくると思いますけれど、まあ、今はねテスラ 1.5 倍ブルがかなり美味しいんじゃないかと。じゃあテスラ 1.5 倍ブル一極集中させれるのかっていうと、やっぱそうではないですよね。ある程度はアップル 1.5 倍ブルとか、ソクルとか、トップ
ップ級に、まあ、分散はね、ある程度させていった方がいいのかなと思います。ですから、キャピタル1本で狙っていくんだったら、ソクル。これはもうね、間違いない不動の王者ということになりますけれども、キャピタルとインカムをね、両方狙っていきながら、要はね、株価下がっていったらね、皆さん、うわー、気がめいるとかって思うじゃないですか。けれど、3ヶ月に1回、テスラ 1.5 倍ブルとかね、アップル 1.5 倍ブルから分配金が入ったら、ちょっと慰めになりませんかということがね、ありますので、まあ、このあたりのね、バランスっていうのをね、取っていくと、まあ、精神安定剤にね、なっていくんじゃないかなと思います。そしてもう一つね、この、そんなん言うんだったら、伊藤さん、高配当株買ってたらいいんじゃないかと思われるかもしれないんですけれど、高配当株っていうのは、インカム、分配金の部分はすごくね、優遇されてるとは思うんですけれど、キャピタル出ますかということなんですよね。株式をね、買っていくっていう観点、いろんな方がいると思います。高配当株を狙っていくっていう方だったらインカム狙いですよね。そして、日本特有の株式優待を狙っていく人からすると、優待が目当てになってくると。そして私は何を目当てにね、アメリカの株式を購入してるかというと、キャピタル。まあ、これが8割なんですよね。そして2割はインカムもあったらいいよねというふうに思ってますんで、まあ、この8対2のバランスということで考えていきますと、高配当株ってキャピタル狙えないですよね。まあ、ある程度上昇するかもわかりませんけれど、去年のね、2022年の10月、ソクルが7ドル切った時に購入している私の、6ドル台のソクルだったら、70ドルにソクルの価格が戻ってくれれば、もうこれで10倍キャピタルゲイン取れるんですよね。これ、高配当株で狙えますかっていうと、狙えないんですよね。キャピタルとインカム、同時並行で狙っていくということで考えていきますと、まあ、ソクルはキャピタルよりですけれど、テスラ、アップル、ともに 1.5 倍ブルっていうのがね、すごく魅力的な商品になってくると。ただ、個別株の怖さというのはもちろんありますので、ソクルをメインに。そして、テスラ 1.5 倍ブル、アップル 1.5 倍ブルの方を、ある程度ね、中目線で、保有していくと、まあ、その都度その都度ね、必ず下落っていうのはやってくると思いますけれども、その下落が来た時に分配金が入ってくると、まあ、テスラもうちょっと保有しておこうかとか、アップル 1.5 倍ブルもうちょっと保有しておこうかとかっていうふうにね、思うわけですから、まあ、これがね、非常に重要と。そして、レバナンスなんですけれど、あれは分配金再投資を皆さん選ばれてますよね。ということなので、まあ、自動的にね、再投資されているということなんで、まあ、問題ないと。そしてね、最後に、この分配金の使い方なんですけれどね、分配金の使い方、まあ、一番いいのは再投資だと思うんですけれど、残念ながらね、この ETF 商品っていうのは、一株ずつしか購入できないわけですよね。ということなんで、まあ、今回ね、私が、買おうと思いますと、まあ、私のね、口座ですと、まあ、うまくいけばテスラ 1.5 倍ブル2株買えるぐらいですかね。というね、ことになってきますんで、まあ、こういうね、価格がね、落ちてる時っていうのは、テスラ 1.5 倍ブルとかをね、まあ、買い増ししていくというのがね、いいのかなと思いますけれど、万が一、株価が上昇していってて、分配金が出た時、まあ、この高いね、ソクルとかテスラ 1.5 倍ブルのね、価格が高い時にね、再投資するの嫌だなと思われてる方は、方法としてはね、まあドルをそのまま保有しておく。これはちょっともったいないと思いますので、MMF に入れておくと。まあこれで金利をしっかりといただこうというパターン。そして、今だとね、かなりね、円が安いじゃないですか。だから分配金が出た部分だけ、ドルから円に戻して、そして、まあ、レバナンス代にするとかね。まあ、いろんな方法があると思うんですよ。まあ、このあたりっていうのは、その時その時のね、状況に合わせて、まあ、待機資金として MMF に入れていくもよし、ドルがめちゃめちゃ高かったらね、その高いドルの時にね、売っておいて、円に変えておくもよし、そしてその円を保有しておいて、素材に購入資金として回していってもよし、ということに、ね、なりますので、まあ、このね、分配金の使い方っていうのも、3ヶ月に一度来てくれるとね、まだ一つ株式投資の楽しみが増えていくんじゃないのかなというふうに思いますので、株式の楽しみをね、どんどん増やしていきながらね、我々はしっかりと3期から中期にかけて投資をして利益を出して、出た利益でレバナンス代にぶっ込んでいくというね、まあ、このサイクルを早めていって最速でね、ファイヤーを目指していきたいなと思っております。さあ今日もね、
22時からライブ放送の方はね、ありますので、今日はね、明日 PCE 前ということなんでね、またポジション整理があるのかどうかと、昨日上昇した株はね、今日下落するのか、逆に昨日下落した株は今日上昇するのかというところをね、まあ、楽しみ。決戦は金曜日の PCE 以降ですということで、まあ、それをしっかり確認していきましょうということで、ライブ放送お待ちしております。